皆さん、今、ウルチマエコシステムでは、ブースタースプリットコントラクトに関する伝説的なプロモーションが行われています。この期間中、あなたは年間最大の利益を得るチャンスがあります。ブースタースプリットコントラクトパッケージを購入し、ウルチマをたった1年間凍結することで、ウルチマ、ブースター、ゲームの3つのプールから報酬を受け取ることができます。現在、それぞれのプールは毎日5ウルチマを補修として配分しています。これはウルチマを短期間凍結して3倍の補修を受け取る機会を逃すよりもはるかにお得です。この素晴らしい特典を有効にするために何をすればいいのでしょうか。このビデオでは全てお話ししますので、最後まで必ずご覧ください。この情報はあなたがいくつかの倍増を実現するのに役立ちます。戦略をステップバイステップで見ていきましょう。ステップ1、ウルチマを1年間凍結してブースタースプリットコントラクトを支払います。これによりウルチマプールの参加者になります。ステップ2、スマートウォレットで受け取ったブースタースプリットトークンを凍結しブースタープールの参加者になります。ステップ3、ウルチマとブースターの2つの流動性プールから毎日ウルチマの補修をリクエストして受け取ります。現在、ブースタースプリットコントラクトに関する伝説的なプロモーションが実施中です。このプロモーションにより、流動性プールからの補修にアクセスできるだけでなく、ゲームバトルブルズのゲーム内通貨のプロモコードも手に入ります。これにより、ゲームプールの参加者になることができます。方法は簡単です。バトルブルズゲーム内通貨のプロモコードをアクティブ化します。マイニングセクションでパッシブ収入カードを購入します。時間当たりの収入バランスにゲームユーロを蓄積します。時間当たりの収入バランスからゲームユーロをブルスプリットトークンに変換し、エアドロップ中にスマートウォレットに引き出します。ブルスプリットトークンを凍結しウルチマの補修を受け取ります。しかし重要なのは、補修を要求する過去トランザクションにはスマートで手数料がかかるということです。しかしこの手数料はスマートコインをステーキングする、つまり簡単に言えば凍結することで支払う必要はありません。スマートを凍結することでネットワークの運営を支援し、その対価として全てのトランザクションを実行するために必要な重要なリソース、すなわち帯域幅、バントウィスとエネルギーを得ることができます。トランザクションを無料するためには、エネルギー用に5万から10万スマートを凍結し、帯域幅用に数千スマートを凍結するだけで済みます。そして最も重要な点は、ウルチマの支払いのために凍結したスマートは1年後に戻すことができるということです。したがってこの動画で説明した全ての機械は実質的に無料で手に入れることができます。ウルチマ史上最大の利益を得るチャンスをお見逃しなく。投資単位でウルチマを凍結してブースタースプリットコントラクトパッケージを購入し、日々増加する利益を楽しんでください。